ジャグリンです。今日はですね、また新しいオーディオ機器が届きまして、ご紹介したいと思います。今回はマイクじゃないんですけども、届きました。で、ふと欲しくなったんですけども、ここにありまして、ちょっとデスクの上がご着地なんですけど、これですね、オーディオテクニカの、これ型番覚えられないんですけど、 ATH-M50XBT2 ですね、でですね、きっかけがですね、こうやって収録してるとヘッドホン、本当はしなくてもいいんですけど、できればモニターしながら、失敗してないかどうか確認しながら話してるんですね。で、このソニーの MDR-CD900ST ですね、これはもう長年愛用してるんですけども、なんとなくこの、なんていうかな、ちょっと顔が丸っこくなるっていうか、つけてると。つけてない方がスッキリしますよね。なんですけど、なるべくモニターしながら話したくて、つけてるんですけど、ちょっともうちょいシャープに、スッキリしたいなと思って、きっかけとしては探し始めて、で、初めね、アーカーゲイのヘッドホン、いいかなと思ってたんですよね。結構安かったし、1万円切ってて。で、ただ、装着してるところ見ると、ここにね、輪っかがあって、この辺もちょっとごちゃっとしてて、ある意味かっこいいけど、僕的にはかっこよくなくて、ごちゃごちゃするんで、で、どうしたもんかなと思ってて、これにたどり着きました。で、オーディオテクニカはね、日本だとこのソニーの MDR-CD900ST って超定番だと思うんですけど、世界的には、こっちの方がね、使われてるような感じがあって。で、こちらですね。はい。で、今まさに届いて開封したところなんですけど、ごちゃごちゃするんで、ちょっと動けます。はい。で、初めてなんで、ちょっと装着してみたいんですけども、でですね、本当はワイヤレスじゃない方を一択で探してて、っていうのが、こうやって、モニターヘッドホンとして音楽も作りたいし、ってなるとワイヤレスってある意味ありえないっていうか、なんですけど、これね、有線でもいけるんですよね。で、ワイヤレスじゃないやつ、ATH-M50X を買おうとしたんですけど、この BT2、ワイヤレスの第2世代目は、まだ発売してそんな経ってないのかな。で、多分、クオリティいいんじゃねえと思って、こっちにしました。で、ワイヤレスだと、コードなしにリスニングできますし、あと、ズームの会議とか、これマイクもついてるんですよね。なので、会議で話せるし、聞けるっていう、ね。結構いいんじゃないかと思って、買ってみました。で、毎回お世話になってるサウンド発散で買ったんですけど、で、付属のケーブルがこれなんですよね。で、3.5 ミリピン。で、ワイヤレスに付属してるのは 3.5 ミリかと思って、なんですけど、ワイヤレスじゃない方も 3.5 ミリなんですよね。なぜか。で、変換がついてるらしいんですけど、で、僕は変換を持ってる、あれ違うわ。これ別、これ逆だ。変換が必要なんで、ちょっと取ってみます。はい、ありました。これですね。
この変換をつけまして、でどっちを L 字にするのかよくわかんないけど、まあこうこうしますと。でじゃあ今からちょっと変えたいと思います。おお、おーすげえ、はい、わーお買いました。僕あのうわすっげえめっちゃいい、僕あのヘッドホン買うの何年ぶりだろう、10年ぶりぐらいですかね、もうこれまあ学生の時から使ってたし、多分まあ、あの社会人になってたらまた買い替えたんですかね、多分。で、もうこれずっと使ってたんですね。で、まあ信頼して使ってたんですけど、ふと、まあ、昨日、最近のモニターヘッドホン事情どうだろうと思って調べたら、まあ、いつの間にかポチってたんですけど、めっちゃいいな、これ。マジか。まあ、ローがね、結構出るっていうことで、こっちの、まあ、まあ、正確に聞き取れるんですけど、ローが、まあ、弱いらしくて、まあ、かなり昔のヘッドホンですね。確か1980年とか、なんか40年ぐらい経つのかな ?40 年弱ぐらい多分経つと思うんですけど、うん。まあ、ずっと定番であり続けるのはすごいと思うんですけど、まあ、これも、次世代機の新しいバージョン出てるんですけど、これやばいっすね、うん、で見た目はまあスッキリとはしないけど、結局でもかっこいいんじゃないですかね、うん、で声めっちゃいい、なんか自分の声聞いててローがね聞こえる、これより。で、正しい音どっちなのっていう話なんですけど、そうなのかもしれないですね。まあ、再生環境、まあ、スピーカーにももちろんよるんですけど、iPhone なのか、スピーカーなのか、テレビなのか。なんか、めちゃくちゃいいですね。マジか、これ。で、今日は、マイクもオーディオテクニカ AT4020 で話してるんですけど、うん、で僕まあ画面見ながらねこうやってなんかあの収録したいこともあって、まあこういう感じで、その場合はあのまあ真横になるんで、なんかその絵的にもまあいいといいなと思ったんですけど、いいっすねこれかっこいい、ブラック、おー、いいんじゃないこれで、まあマイクの次はヘッドホンかいみたいなねで、これはまあさすがに沼にはハマらないと思うんですけど、もうこれで終わりにすると思うんですけど、ね、うん、で、なんかね、ディープシーか。DS っていうのがあって、これがあの、ネイビー、深いネイビーの、バージョンがあるんですけど、はい、あ、ちょ、と途中で切れてしまったかもしれないんですけど、で、まあ、DS っていうあのネイビーのバージョンがあって、あ、それいいかもと思って、まあ、渋谷のパーレックとか、まあ、実物見に行こうと思ってたんですけど、ちょっとまあもうめんどくさいし、まあネットの画像だけで選ぼうと思ってたんですけど、まあネイビーだとちょっとね、
まあ、かっこいいんでしょうけど、ここがねシルバーじゃないんですよね。あのマットなブラックって感じで、まあ、それはそれでかっこいいけど、まあやっぱりブラックの方がかっこいいかなと思ってこっちにしました。で多分うんいいですねこれ。めっちゃかっこいい。でオーディオテクニカ僕ちょっと舐めてたんですけど、まあノイマンとかシュワとかの方がブランド力あるっていうか、まあなんとなくそんな気がしてたんですけど、オーディオテクニカすごいですよね。まあ会社概要を調べちゃって、あの東京の会社なんですよね、町田で、まあ世界に誇るメーカーだと思うんですけど、まあ、こういうねマイクとかヘッドホンとか音響機器すごいの出してますよね、うん、っていうので最近まあインスタもちゃんとフォローし始めて、うん、チェックするんですけど、すごいなと思って、うん、デザインもいいですよね。これ海外メーカーっぽいオーディオテクニカ社名ですけど、まあ、日本の会社ってことで、うん、なんか僕的にも嬉しいんです。日本人として。で、今、今日はですね、オーディオテクニカ AT4040 から、いつものユニバーサルオーディオ LL60 の普通に行って、そこから RME Firefest VCX2 ですね、に行っています。っていう感じで、今日はちょっとコンプかけないでいこうと思って、バイパスにして、ゲインはマイナス10で、レベルが 7.5 かな。なぜか今日はすごい音量稼げたんですよね。ちょっとよくわかんないけど。うん。まあそういう感じで、今の距離はこのぐらい。15センチぐらいかな。うん。で、マイキングしています。という感じで、なんかめっちゃローを感じるなこのヘッドホンで、初めてちょっと音楽聴いてみようか。ちょっと今聴いてみますね。めちゃくちゃいいですね。これやばいな。リスニングでもめっちゃいいし、モニターできてる。ローがめちゃくちゃ気持ちいいですね。うん。で、これまあ、アプリで、イコライジング、EQ いじれたりとかしますし、まあなんか、ゲームフォームだっけな。なんかいろんな機能がついてるんで、これはまたレビューしてみたいと思うんですけど。とりあえずの感触めちゃくちゃいいですね、でこれ折りたためるってことで、折りたたみ方よく分かる。まあ折りたためると、で装着感もね、なんかガンダムみたいっていうか、がっしりしててめっちゃいいですね、うん、なんかずっとつけとくなったくなるような感じですかね。はい、うん、はい、というわけで今日は、オーディオテクニカの覚えてないけど ATH-M50X BT2 のヘッドホンをご紹介した。